私立学校、平成26年のですね、私立学校の予算関係につきまして、知事さんにお願いに参りました。はい、よろしくお願いいたします。後ほど説明いたします。はい、今日ですね、3点、知事さんにお願いしたいというところです。一つはですね、この質問を申し上げるんですけど、運営補助をさらなる増額をしていただきたいと。まあ特に来年から先ほど申しました消費税が増税されると、それからそれに伴って保護者負担が増えてくると、まあそういったことで、そのいわゆる財政のそのいわゆる補助金の増額をお願いしたいと。十分県の財政状況も承知をいたしておりますけど、ちょっと心苦しいですけど、我々も頑張ります、頑張りますけど、ちょっとよろしくお願いしたい。これが1点ですね。それから2つ目はですね、耐震関係、まあ、大きくするとですね、県の方も耐震工事やられるようですけど、まあ、耐震この対策の強化ですね、それからもう一つは、まあ、iPad 教育に必要な、いわゆる必要なそのいわゆる財源ですね、補助金、これ、小さも大変関心が取られると思うんですけど、iPad の問題ですね、私学もやらないかんと。こう思っておりますから、よろしくご配慮いただきたい。これが2点目ですね。それから、まあ、3点目はですね、保護者の関係ですけど、まあ、公立学校に比べまして私学に通う保護者の経済的な負担というのは大変大きいと、まあ、そういったことで保護者の負担の軽減に取り組んでいただきたいなと、まあ、このように思っておりまして、以上3点ですね。運営費補助、それから耐震関係、iPad の関係、それからこの保護者負担の問題、こういったことについて平成26年度特段のご配慮をいただきたいと。こういうことで今日は3分揃えてまいりました。よろしくお願いします。はい、またこうした趣旨も踏まえてしっかりやっていきたいと思いますし、まあ、国に対してもこういう、まあ、公私間格差といいますか、そういったものを解消していく方向で、まあ、政権は変わりましたけれども、その教育の充実を図っていく、私学に対する支援をしっかりしていくっていう方針は変わってないと思っておりますので、いろんな機会を捉えてしっかりと国に